津軽二股駅は青森県東津軽郡今別町をあざ台、カビラーザ清川にある東日本旅客鉄道津軽線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。もともとは島式ホーム一面二線であった。1970年8月1日から簡易委託駅であったが、その後無人駅となっている。発車時刻表、運賃表は道の駅今、 別正面玄関待合所に掲示されている。旧津軽今別駅に隣接していた頃の、港内一図北海道新幹線開業後の駅、周辺図あたり駅と、奥津軽今別駅は隣接しており、津軽二股駅のホーム向かい側には、階段上の連絡通路も存在したが、奥津軽今別駅開業まで両駅は公式には、乗り換え駅とはされていなかった。 この階段上の連絡通路は次の画像のようになっていたがこれは同駅準備工事のために閉鎖された。2016年3月26日の北海道新幹線開業以降は奥津軽今別駅の正面で入り口が津軽二股駅のホーム側の敷地南方に設置されておりそのまま連絡できる。なお奥津軽今別駅は当初から公式に乗り換え駅とされている。 ただし、両駅を乗り換え駅として一枚の乗車券を発行することはできないため、当駅と奥津軽今別駅との間で連絡する場合、運賃通算はできず、一旦下車扱いとなる。また、両駅を同一駅としておらず、北海道新幹線と並行する津軽線を関西同一路線としていないため、営業キロ601キロメートル以上で割引となる。 往復乗車券は、当駅か、奥津軽今別駅のどちらかに、初駅、着駅を指定しないと適用にならない。一方で途中下車はできないものの、津軽二股駅から青森経由で、奥津軽今別駅までの片道乗車券を購入することは可能である。青春18切符で、本州北海道を渡る場合、青春18切符北海道新幹線オプション券を、 購入の上で当駅奥津る今別駅の乗り換えが指定されているが、これは特別企画乗車券のゆえんである。無人駅のため乗車券は列車乗車後に車掌から購入するか、または下車駅で運賃生産になるが、隣接している奥津る今別駅に緑の窓口や指定席券売機があるのでこちらで購入することもできる。ありがとうございます。